にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界をお伝えするまっちゃんねるです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、では今日もまっちゃんが始まりましたが、本日は和歌山県の30代の女性からの質問です。先日見てくださってということなんですが、地方場所では上りを立てるということをおっしゃってましたが、上りは誰が立てるのですかというこういう質問なんですけどね。はい、はい、いかがでしょうか。まあ先日ね、はい、上りの話をしましたけども、大きいんですよね。上りは、重たいんですよ。本場所のね、上り、まあ、国技館なんかに立ってる上りは、相撲協会の方が立ててくれるんですけども、地方場所のね、宿舎の周りに立ってる上りっていうのはね、先発隊がね、立てるんですよ。先発隊と言いますと、お相撲が始まる2週間前にの月曜日に、番付発表っていうのがされるんですけど、この時には絶対各それぞれの地方にいます、それよりも1週間前に先乗りで行くことを先発と言います。僕らの時は1週間前に行ってました。そしたら全員じゃなくて一部の力士だけが、そうですね、全員で行く部屋もありますけど、小さい部屋なんかに行って、ね、早めにで、僕らの部屋は5、6人で1週間前に行って、去年片付けていった鍋を出して洗ったり、1週間ありますから、その中に例えば水木は土俵作りの日だよって言って呼び出しさんが来てくれて、一緒に土俵を作るという手伝いをします。その中で上りも立てる日を決めて、竿なんかも全部置いて帰りますから、この竿を出して上りを組んでこう背負って電信柱危なくないように立てさせてもらってました。松本さんはその先発っていうのは結構経験してたんですか。多かったです。僕は多かった。先発隊に行くことは多かったです。先発の事務所っていうのが、その開催される会場に設置されるんですけども、そこにいろんな書類関係とかを僕よく取り入ってました。そういう事務的なことをする責任者でもあるんですか。そうですね。兄弟子とみんなね、いろんな若い子たちについて、みんなで土俵を作ったり、上りを立てるっていうね、作業っていうか、あれもしてました。上りはどんな風に立てるんですか。まあね、上り、やっぱり大変なんですよ、あれ、場所決めるのが、むやみにね、勝手に立てる。そうです、特に電線とかが張ってるんで、上りって結構高い、背が高いものなんでね、倒れようもんならその電線切れたりとか危ないじゃないですか。だからなるべくない電線がないところの柱とかに立てさせてもらうんですけども、でも、相当うまくこうくくりつけ、そうですね、何箇所かにくくらないと、中途半端にくくってると今度は足をすくわれるというか、上りの下から風でボンってひっくり返るんでね。そういうこともあります。もちろん風が強いんでね、折れたりすることもありました。やっぱりそうなるとこう応援、近所の方に応援してもらうところが迷惑ばっかりかかることになるんでね、そしたらもう責任重大ですね。その上りが倒れないようにこう、そうです、それもやっぱりね、縄の結び方とか、そんなもあるんですか。そうですね、独特のって言いますか、ぎゅっとこう締めて、何ヶ月持つような縛り方を、やっぱり時にはちょっと点検に行ったりとか、行きますよ、あるんですか。で、かつそのどこでもかんでも建てていいわけじゃないんでね、家の前にいい柱があったらそこに建てる時には、家の人にやっぱりね、やっぱりね、上りって風が吹くとね、バタ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 ってこうなびく音がすごいんですよ。だからそういうことも一応その家の方にうるさくなるかもしれないんでということをね、しっかり言って立てさせてもらってました。中には断られることもあるわけですね。そうですね、そのためにもやっぱり管理しとかんと、来年は去年ああいうことがあったからもうちょっとねって言われるのもなかなか寂しい話じゃないですか。上り立てるのは先発の力士たちだということなんですけども、その先発というのは他の力士たちが来る、約1週間ほど前に、大体僕らの部屋は1週間前に行ってましたね、に来て、そしてね、こうすぐに皆さんが稽古したりできるように準備を整える、
そういう役割を担っているということで、松本さんもね、随分その先発隊の経験はあるという、はい、まあ、そういう、あの、まあ、あのやっぱりちゃんこの手配とかそういうのもあるんでしょうね、いろいろどういう食材を、ね、そうですね、聞き慣れたところは、おまた来たかみたいな感じで言いますけども、新しくこうね、場所が移ったりするとまたそこでね、お願いして、まあ、どこで買おうかいうような下見も必要ですよね。はい、小中学校を過ごしたところの、はい、それこそあの地元の近所にあの宿舎が来たことが、はい、来たこと行ったことがあるんですよ、はい、でその時にはあの同級生のいろんなところを、はい、使いました。八百屋さん、豆腐屋さん、肉屋さん、喜んでくださったでしょうね。そうですね、はいはい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしております。またどしどしお寄せください。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日。さよなら。